ダムチャンネル。アパレル造形デザイン科3年の近間ひなたです。福井県立福井商業高校出身です。私は株式会社ユナイテッドアローズのパターナーとして内定をいただきました。株式会社ユナイテッドアローズは、全てはお客様のためにという考えのもと、お客様のために考え抜かれたサービスが魅力的な会社です。入社して 2,3 年間は基本的な服作りの知識を学んだり、販売の現場で働いたりしながら経験を積んでいきます。その後ブランドのパターナーとして配属される予定です。私が実際にユナイテッドアローズ金沢店に行った際に、対応してくださったスタッフの方の愛情のある接客やお店の雰囲気、会社の企業理念に感銘を受けたことがきっかけです。面接の時のスタイリングを相談させていただいた時に、自分のことのように親身になって考えてくださったことがすごく印象的で感謝しております。3年生の4月から本格的に始めました。服作りを通じて人に幸せを届けたいという思いを軸にして進めていきました。合計4社受けました。自己分析をしながら自己 PR やガクチカ、志望動機の文章を作成して、村上学院長やマネージャーの藤井さんに添削をしていただきました。また私はパターナーという職種に絞って就職活動を行っていたため、パターナーの募集のある会社を見たり、自分の興味のあるブランドの会社にパターナーの募集があるのかどうかを問い合わせたりしていました。学校で学んでいく中で、パターンというものに魅力を感じて、パターンメイキングが自分の得意なことで、かつ自分の好きなことだと感じていたからです。自己分析をするのが大変でした。最初は自分の力だけで進めようとしていて、なかなかうまくいきませんでしたが、第三者の意見を聞いたり、自分や企業のことを客観視して分析したりすることがとても大切なことだと学びました。一緒に働きたいなと思ってもらえるような雰囲気作りを意識して面接に挑みました。特に印象に残っている質問は、最終面接で聞かれた企業と職業どちらを優先しているのかという質問です。その質問に対して私は、企業と職業どちらも天秤にかけられないものではありますが、私はパターンナーという職業を目指しているので、職業を優先して就職活動していますと答えました。お洋服が好きで、お客様のために全力を尽くしたいという同じ思いを持った会社の皆さんと一緒に働くことがとても楽しみです。まずは仕事や環境に慣れて、コツコツと経験を積んでいきたいと思っております。最終的にはブランドを任せていただけるチーフパターンナーになれるように努力していきたいと考えております。自分のやりたいことやできることをしっかりと認識して、学業や遊びに全力で取り組んでください。金沢文化服装学院入学願書受付中。